じゃこんにちは。いや佐藤さん、はい、なんか超大物が日本の野球界に来るかもしれないらしいですね。そうですね。 AJ 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 私の大好きな AJ 俺がユニフォーム持ってる AJ はい、いや違いますよね、はい、皆さん見てくださいね、はい、アンドリュー・ジョーンズ。ジョーンズ AJ ですよ。あの一番好きなメジャーリーガーですか？オリックスにね、はい、アダム・ジョーンズが、まあ、オリックス入りかっていう報道が出たんですけど、はい、あのまあ、この前前回の FA の話の時もそうなんですけど、あのコメント欄にも結構あったんですけど、はい、あのまあ、日本は FA するもので、アメリカはメジャーは FA になるものっていう、はい、自動的になるもの、ね、なる、はい、だから全員が FA の市場に自動的に出ちゃうと、はい、日本っていうのは FA 宣言しますって言わないと市場に出ないっていうところが大きな違いで、はい、そのコメント欄とかでも、もう日本もメジャーみたいにもう FA に自動的になるようにすればいいじゃんっていう声があったんですけど、はい、これはねちょっとね危ない発言です。いやそうですね、これ私もなんとなくこう話聞いてるうちに分かってきたんですけど、はい、確かに全員自動的になったら結構怖さありますね、本人これかなりあるんですよ、うん、だからまああのちなみに全員が FA になっちゃうと、はい、あのもう自動的にクビの人たちが出てくるんですよね。どの球団も契約をもうしてくれないってことがあるわけですね。そうそう、まあ、どういう風になったか、もううちももういらないよってやってフォルスが言って、うん、他の球団もいやうちもいらないよってなるともうクビなんですよ。事実上の引退なんですよ、はい、そういったところであとはこう、ね、年俸が高騰化してその他の FA 選手の動向によって、うん、だからもう年明けてもうキャンプギリギリにならないと所属先が決まらないっていうパターンも出てくるんですよ、はいはい、もう欲しいものから取っていくから、うん、欲しいもの取っちゃって余り物になって、うん、あもう取れたからいらないよみたいな感じになるともうクビなんですよ、はい、でそういった選手がいわば日本に来たりしてるわけですよね、はい、で今回のアダム・ジョーンズもその、まあ、年齢がもう34歳ぐらいかな、うん、あの結構高年齢化してて、はい、今メジャーが若返り図ってて、で、まあ、今年も前半戦はホームラン13本ぐらい打ったらしいんですけど、はい、まあ、後半戦ちょっと失速して、うん、最後はレギュラーでもなかったらしいんですけど、うん、でもメジャー通算の成績はえげつないんですよね、はい、でしかも、まあ、今年も後半戦、まあ、最後は、ね、レギュラーじゃなかったって言いますけど137試合出場して2割6分でホームラン16本、はい、67打点、うん、メジャー通算で1939本ヒット打ってるんですよ、はい、あとだから61本で前は日本でいうと2000本安打でホームランも282本打ってますし、はい、まあ、通算打率が2割7分7厘で結構高いんですよね。だもんでしかもあのメジャーのゴールデングラブ賞にも4回輝いてるんですよ。じゃあ選手としてのその一流選手のわけじゃないですか、はいはい、その誰級ぐらいですか？誰級でも多分ここ近年の中だったら最強ちゃう、はい、そうなんです、ね、そのメジャーでの実績はよくね、はい、外国人にとってメジャー通算でホームラン10本して30何歳って思ったそのどこが自慢になるんやっていう。あとあの今季メジャーで20何試合登板して防御率5点前後って、はい、それ嬉しいかっていう。でもそういう方々が結構日本には来てるわけですもんね。そうそうそう、うん、でもそんなんじゃない本当の大物の大物なんですよ。だから本当にその楽天にいた AJ レベルの選手、ね、そうそうそう選手ってことなんですよ、うん、まあ、年齢がね34歳っていうところと、はい、まあ、今年終盤失速したっていうところと、はい、あと自動 FA になっちゃうっていうところでもう行く球団が、はい、まあ、なくなって日本に来てるんで、うん、もし仮に日本で FA 市場なるものにしてフリー市場にしますってなったら、はい、こういう選手が日本でもなってくるんですよ。もう結構年俸高年俸化してるし FA 市場フリーね、はい、他も取ったからもういらないよっつってあうちもいりませんって行くとこなくて、はい、FA なるものだった場合チームに置いといてくれたのに自動的になっちゃうためにもうどこも行くとこなくて、じゃあ台湾リーグ行こうか韓国リーグ行こうか、うん、もしくはアメリカの独立リーグ行こうかっつって、うん、もうステージが下がっちゃうっていう世界で探さないといけなくなっちゃうんですね。かなっすよ。だから逆に言うと、うん、FA 宣言するものだから守られてることっていっぱいあるんですよ。そうですね、日本は結構選手守られてるわけですね。そうだから FA 宣言する人とか自由に移籍したい人には、はい、あちょっとハードルはありますけど、はい、逆に言うとそんなんじゃないよっていう人たちは守られてるんですよ、うん、だからここのメリットデメリットがあるんで、簡単に FA 宣言もうフリーにすればいいじゃんってなると皆さんが応援してる選手明日から日本にいない可能性ありますからね。そうですね、はい、だから今年だったらまあ FA 宣言した選手いますけど、うん、
それが自動的になっちゃって誰もどの球団も欲しくない残留も しなくていいよってなっちゃったら、はいはい、本当にもう気づいたらクビです。そして引退って思ったんですね、はい、自動的に気づいたら引退で2月とかキャンプ始まったのに所属先決まってないみたいな、うん、よくメジャーでもニュースあるじゃないですか、はい、年明けでも所属先決まってないとか、はい、FA 市場が混雑しててまだチーム、ね、駆け引きの中で、はい、下の選手はまだ決まってないとかよくあるじゃないですか、はい、そういう風に日本でもなっちゃうんですよ。そうですね、そうすると球団ないですよになるんですよ、うんうん、このデメリットは半端ないんで、はい、簡単に FA 選手自動的になるものっていうと本当に危ないですからね。まあ、何でもそうですけどメリットとデメリットあるんですけど、デメリットが計り知れないくらいでかいんで大きいですね、はい。まあ、でもメジャーの選手だったらメジャーってやっぱり最高峰じゃないですか、はいはい、だから自動的に FA になってどの球団も契約してくれなくてもまだこう行き先ってまあ日本であったりとか韓国も多分契約できるじゃないですか、ね。まあ、できますけどでも下がるですからね、ステージ的には。まあ、でも現役は続けられそうじゃないですか、はあ、でも多分日本もステージ下げたら現役は続けれますよ、はい、あ、まあ、だって日本、ね、はい、戦力内外になった人が独立リーグとか行ったりしてるじゃないですか、はい、あと今年だったらあの久保とか、はい、あのメキシカンリーグとか荒波だったかなとかも行ったりしてるじゃないですか、そうですね、だからステージ下げれば日本も多分、まあ、いけるのか、はい、だってちょっと前だったら GG 佐藤とか、はい、イタリアリーグとか、そうですね、行ってたじゃないです か、はい、だからステージ下げれば多分日本人も行けるんですけど、はい、でも下げちゃうとその成績も加味されませんよっていうね。あ、そうですね、はい、そっか、だから何気にデメリットも多いんで、うん、でもね、そのメジャーのそのルールのおかげで、はい、AJ が、はい、オリックスに仮に入団したら、うん、ロメロね、クビにした時は、はい、あ、ロメロクビなんだと思って、うん、来た時にこのもし AJ が来て、はい、そこそこの活躍をしたらオリックスやばい、いや強くなりますね。吉田正尚、AJ、はい、AJ がこっちになっちゃうなアンドリュー・ジョーンズが。いやでもメジャーでめちゃめちゃ活躍したからといって、うんうん、日本に馴染むかどうか分かんないじゃないですか。そうなんですよ、だからそのね、あのやっぱ日本で一番馴染むのは、はい、あの変な日本語を覚え出すとやっぱ馴染んできますよねコミュニケーション取れるんで。そうですね、はい、いやあと、まあ、そういうコミュニケーションの面で馴染むのもありますけど、なんか日本のボール打てない外国人打者とかも結構いません？そうですね、はい、だからあの結局はそれまでの選手だったんですよ。あ、まあ、そういうことか、はい、バリバリの人来た時ってそこそこ活躍してますよね。いやそれバリバリの、あの楽天で私が仙台にいた時に、はい、もう 超有名選手来ましたね。一瞬で帰国されたんですよ。ユーキリスでしょ、はいはい、だから多分あの多分舐めてきて、はい、舐めて帰ったんですよ。だからそう多分真剣じゃなかったんですよ。ああ、そういうことか、はい、やっぱり、うん、そう舐めた感じで来ると、はい、遊び半分で来た時に、はい、そこまで通用するぐらい日本は落ちぶれてませんよっていう。ああ、まあまあそうですね、はい、だから真剣な形で、うん、だからその次のステージで日本で活躍してもう一花あげようかなっていうぐらいの気持ちで来ないと、はい、もしくはね楽天とマギーのように、はい、逆輸入もあるんで。そうですね、あ、ジャイアンツのマイコラスとか、はい、逆輸入パターンもあるんで、はい、今年もね、あの阪神のジョンソン、うん、今年大活躍した中継ぎのまだ契約決まってないんですけど、ひょっとしたらメジャーに変えるっていうねところもありますし、はい、だからやっぱアメリカ人はやっぱり日本とメジャーどっちかって言ったらそれはメジャーの方がいいじゃないですか、うん、そういったところで日本をステップアップにしてメジャーに変えるっていうパターンもありますけど、変えれる、ね、こともあるわけですからね。そうそう、はい、舐めてきててもそれは無理ですよ。そんな甘くないですよ。ああいうキリストだったのか。だってあの今年日本一になったソフトバンクが、はい、まんまメジャーの球団に入ったとしてもワールドチャンピオンになれるかっていうとそれはなかなか難しいかもわかんないですけど、はい、大敗はしないと思うんですよ。あの今年メジャーでも100敗以上してるチームあるんですけど、はい、あのチーム日本来ても B クラスだと思うんですよ。うーん、あ、そうなんですね。普通にだからメジャーリーグって、まあ、メジャーリーグっていうリーグ自体はすごいですけど、はい、全チームがすごいかっていうとそうじゃないですからね。30チームもあるんで、はい、それはもうあのクソみたいな金額もありますよ。もうとか言わないよ。だからあの今日のそういや日刊スポーツですね、はいはいはい、あのこのヤンキースにドラフト2位で入った加藤選手が、はい、あのマーリンズにマイナー契約で、はい、移籍して、はい、まあ、キャンプ招待選手で行くんですけど、はい、まあ、元々ねジーターが今 CEO をやってて、そのマーリンズのなんて守備ほんとやばいですからね。全然打ってないですからね。この今に今日日刊スポーツ出てますけど、はい、あ、ほんとだ、まあ、そこそこ出してる人はいますけど全然
はみたいな、はみたいな選手もいますからね。そうですね、はい、結構打率も低いですね。低いでしょ、はい、だからこの加藤選手すごいチャンス、まあそうですね、はい、あると思うんですけど、うんうん、だからそのメジャーも全員がすごいわけじゃないんで、はい、そうですね、はい、そう考えるとあの別に日本来たからって、はい、アメリカ人がね、うん、絶対活躍できる保証はないですけど、そうですね、日本は素晴らしいね。そうです、そうです、そんな涙もない、はい、多分12球団がメジャーに全部入っても、はい、あのプレーオフ出れるチーム絶対あると思うんですよ。普通に日本のチームでも、はいはい、そうですね、はい、まあ、日本もそれぐらい本当にレベルが高いリーグなわけですよね、はいはい、うん、でも AJ が、はい、俺来年パリーグの順位予想めちゃくちゃ難しいな、ほんま。いやもうガタガタに外したらちょっと恥ずかしいですからね。いや全然恥ずかしくないですよ。本当ですか、はい、別にだって毎年当たってないですもんいやでも A クラス B クラスぐらい結構当たってません？え、今年なんて、え、これ今年、今年、今年なんて、はい、あのパリーグ1球団だけ当てましたからね。あの途中そこそこ当たってたんですよね。そう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 、あの最後あの日本ハムはね、はい、怒涛の内野からっつって下がりましたからね、はい、あとね西武が最後頑張って勝って、うん、はい、だ今年パリーグはね最下位のオリックスだけ当てました。おお、そこだけもうちょっと当てたいですね。いやいや、だって今年は、去年は12分の1しか当てませんでしたけど、はい、広島でしたっけ、はい、今年なんて12分の2当ててますからね。じゃあまあオリックスの最下位と DeNA の2位だけ当てました、はい、じゃあ去年より今年の方が良かったんですね。ちょっと一つ上がったんで、はい、でも来年の予想はさらに難しいですけど、はい、あのこの前ロッテの広報の梶原に会った時に、はい、あのあとはもう佐藤が順位予想上げてくれることだけが期待やなって言うからあの上げてほしかったら、はい、上げてほしいだけでもう見せろって言って言いますねいやまた順位予想もねこの動画でやりましょう。そうですね、はい、でもこのアダム・ジョーンズがね、はい、オリックスに入るっていうことがもし決定した場合、はい、どうなるか。いやー楽しみですね。いやめちゃくちゃ楽しみですけどね、はい、だからまあそうやってね FA がフリーになるっていうところで、うん、そういった大物がね、はい、今後も日本にいっぱい来る可能性もあるっていうところで、はい、また面白みが湧くっていうのと、うん、まあ、あの日本の FA をフリープランにするとそういったことが起こり得るんで、うん、もうちょっと議論の余地あると思いますよ、うん、はい、そうですね、はい、皆さんも考えていただいて。そうですね、はい、はい